俺バイバーイって言ってからなんか歌を口ずさむくらいしか出してなかったら変な声になっちゃった。30分します。22時まで。私も気分転換。さっきインスタ投稿したよ。そう、インスタのねコメントを返そうと思ったんだ。久々にみんなコメントした。1300回、私の配信がみんなは1300ってどうしたの、どういうこと。1300回配信ってこと。今なんだ、こんばんは、だってこんばんは。ちょっと眩しい。今日は余裕があったのでインスタまで投稿しました。見ましたか。なんか最近全身の写真を載っけてないなと思ったので、そう載せちゃった。明日楽しみだな、錬金。今日のインスタの写真すごいかっこよくない？ゆえるちゃん撮ってもらったんだけどさ、ゆえるちゃん撮ってもらったんだけどさ、めっちゃいい感じ。なんかその日めっちゃ雨降ってて、でも雨もなんかいい感じじゃないみたいになって撮ってもらったんだけど、めっちゃこれ実は寒いの、超寒、激寒。もう早く早くホテル帰ろうって言った時に横断歩道撮ったの。今ちょこちょこコメントを返してます。撮影場所は東京だって。韓国です。こんばんは、だってこんばんは。写真が実はあんまりなくて、
ないの。だからさ、もうストックが欲しいんだよね。でも昨日写真撮ったから、昨日の写真と、あともうちょっとな、公演終わりとかに撮った方がいいんだろうね。これと、あ、ポニーテールの写真と3つ、あとこれと4つ目と、あ、リール載せたかったんだ。早く生写真が。わや、カメラしてあげたいやって。わあ、カメラー、カメラー撮ってほしい撮ってほしい。でも最近インスタのフォロワーをさ増やしたいんだけどさ、インスタをさおさぼりしてたのよ私。おさぼりしてたらさ、もうフォロワーがさ、なんなら減っててキャーってなったのでちょっと頑張ります。なんか何も載せない人が多かったんですよ。なんか追いつかなくて忙しくて、でインスタの投稿をなんかおさぼりしてたらやっぱダメですね。おさぼりしたら、何事もおさぼりしたらダメなんです。減るとこあるんですかって、なんか増えるんだけど、増える分なんか減る人もやっぱいるのよ。フォロワーフォロー外した人とか全然いて、そうそう、フォロー外す人めっちゃいるんですよ。でも毎日増えるんですよ。でもそれの比率が合わなくなった瞬間に何人か減ってました。そうそうそう、マイナスになって、あーってなってちょっと最近頑張ってますそう、全然いる。減っちゃう時も全然、ツイッターとかちょっとほったらかしにしちゃうことが多いから、そうするとやっぱ減っちゃうけど、ツイッターをそのあんまりさ、そのなんか意識してフォロワーをしたことないからどのくらい減ってるかわかんないんだけど、インスタはめちゃくちゃフォロワーをチェックしてるので、それこそなんか男性比女性比とかもめっちゃ見てるんですよ。あとどこの国の人が増えたのかなとか、例えば日本の方が、まあ、私は大体多いんですけど、その次にどこの国の人が多いのかなみたいな、海外の方どこの方が多いのかなみたいな考えたりして、やっぱ韓国の投稿したら韓国のファンの人が増えました。増えました、なんか増えたの、だからそれはびっくり。でもツイッターも多分そこまで見れると思うんだけど、私が見てない。でもインスタはめっちゃ見ます、そういうの見て、ふむふむみたいなとかもしたりします。でも最近は女の子が増えたので、そう、女の子のファンの方が増えてくれたので、劇場とかも女の子のファンが増えたんですよ。そう、それは嬉しいポイントですね。多分インスタが気になってくれたんかな、よくわかんないけど。昨日の写真を載せてくれると嬉しいですだって。あ、いいと思いますか、いいと思いますか。昨日はマネージャーさんに撮ってもらったので、それ載せようと思います、早めに。載せようと思います。
日本かと思いましただって。韓国の写真です。今日の写真は今日は韓国の写真です。香港に来て写真撮って載せたら香港のファン増えるかも。いや本当そうだと思う。ハッシュタグとかでつけるから。そうね、そうですね。え本当そうだよね。生誕祭でも女の子のファンが多かったですだって。ね多かったね。ありがたいよね。私さインスタにさアイドルの写真載せないようにできるだけするってルール決めてるから。そうそうあれなんだけど、曲が流れちゃった。そうあんま載せないんだけど。私あ本当やニノレアのハッシュタグつけないのだって。つける忘れてた。今つける。今日私スーパーに行ったらさ、スーパーにさ出た瞬間に雨が降ってさ、めっちゃ嫌だった。最悪と思って。え傘壊れてるってコメント来てる。ほんとやん壊れてるやん。これホテルの傘なんだよね。本当だ壊れてた傘。バナ。本当だ壊れてた傘知らなかった。よく帰ったねこの雨なのに。楽しみすぎる。やばそうやん。今月は全額あるじゃん。暑くて暑くて暑いよん。暑くて暑くて。なんか最近さ、なんかさ目のさこの辺がさなんかめっちゃ圧かけられてる感じがするんだけど、なんでかなこれ。コンタクトのせいかな。コンタクトが良くないのかな。明日違うコンタクト使ってみようかな。ねえなんでかな。コンタクトかな。ここがねなんかねもう今とかもね画面見るとねなんかここがね押されてるみたいな。こうめっちゃなるの。一時期はちょっと収まった。なんだと思うこれ。扇風機買いましたからって。買ってません。
プライムセールでなんか安いやつないかなと思って見てるんですけど、多分コンタクトって1ヶ月のやつ使っててさ、今1ヶ月のやつでまだ2週間も使ってないよ私。1ヶ月のやつなのに。1517おめでとうだってありがとう。目に負担かかってんのかな。じっと待ってるだけじゃダメよ、今からのパラパラパ、メガネだって。メガネはね、私ファンのみんなの前でかけたくないんだあのメイクはもうなくてもいいんですけど、メガネはもう本当にダメ本当に秘密の顔。ダメなんだ。もうルール、私の。なんか可愛いメガネ買ったらつけるね。まあメガネね、もう5年くらい使ってる私、同じやつ。長い。長いってかもう多分どう合ってないんだけど、お外で使う時がないので、家の中で使う時しかないんですよ私。僕もかけたくないだって。でも見えない、同じ。そうそう、かけたくないけど見えないからかけないといけないの。サングラスはいいんだ。サングラスはだってさ、私メイクしてる時に絶対かけたくない。その嫌なの、その動画入って るやつを見せるのが嫌なの討論みたいなのに。そう、嫌なのこれ。あ、でサングラスなんてもうなんなら目見え隠れるやん。ワイも普段メガネだけど、おたかつするときはコンタクトだって。かわいい使い分けてるの。そうなの。そうなんだ。私ね、目はね多分ちょっとは、ちょっととか結構悪い方かも。悪いって言っても分かんない、そんな悪くないのかもしれないけど、分かんない、もう忘れちゃったけど悪い。あの目長んで歩けないっていうか外でも。私メガネもメガネでここが疲れるんですよ。なんか最近そんな感じ、ずっとここが疲れてるって感じ。コアの時はコンタクトですかだって。もうね、ちゃんとコンタクト、しっかりコンタクト。逆になんかさ、そのなんだっけ、何日かお仕事でスーツケースとか持って家離れた時とかはもうコンタクトを忘れたりとか、まあ、コンタクトがこうもしね破れちゃったりとかしたらもう終わりなのよ。もう買いに行かないといけないけど、そういう時ができない時もあるかもしれないから、もう絶対に替えのコンタクトを持ってきます。
え、そうなんだ。ステージの照明が眩しくて色付けにしましたって。なんかさ、劇場とかでもさ、あの眼鏡かけてる人いるんですけど、そう、劇場でかけてる人さ、劇場のファンのみんながサングラスかけてて、それって見えてるのかなと思ってたのよ。ちょっと目が限界だからつけますね。そう、見えてるのかなと思ったら、そう、見えてるんだね、それ。ちょっと、はい、で私はもうこんな時間つけたら、あと3時間くらいしかつけるのもったいないので、青の目になります。あれなのかな、私目の中に私乱視とかあるんですよ、だからかなとか思ってきた今突然。それが強くなってさ、そういうコンタクトにしないといけなくなったのかな、もしかして、もしかして、うーん、突然かもしれない。乱視用のコンタクトとかしなくて、乱視用のコンタクト少ないからさ、もう目が青くなりました。青くない、でもそんな青くないんだよ、これめっちゃ可愛い青なんよ。大丈夫かな、これ治るかな、実は私の目が悪くなった、もしかして。なんかこうやってコメント見たら、私コメントわかんないもん。かわいいって書かれてる。だからかな、だからこんな目が痛くなるのかな。視力検査え、今 3.2、3.5 になるの。なんか眼科に行ってみようかな、お悩み相談。え、そうなんだ、メガネ使うよりもコンタクト使い続ける方が進行が早いとお医者さんに言われました。そうだよね、キュー、もう私は今日行けばよかった。でも今日土曜日か、
おショールームのコメントいいね、検査になる。右の方がねボケてますね。左はねまああれですけど、右の方スマホ見すぎて目が痛い。私もスマホめっちゃ見ちゃうよね。3日間4日間同じコンタクト使ったりしないんだって。しません。怖いです。もう目がダメになったらもう一生の終わりなので、そういうことはしません。してる人がいたらしちゃダメですよ。私はでも普段、1ヶ月のコンタクトを使ってるので、そう、それを毎回こう洗ってこう中に入れるってやつやってるんですけど、でもね、私最近カンドラ見てたからかな、そんなに見てないんだよね。暗闇でもうすぐ寝ちゃう、お布団入って。アイテム用もシグネさん、カズッピ、モグモグパクパク、ガオ、ピービー、ノンノン、ただの魚さん、キドちゃん、フラン、ガオ、高ヨジ、マトンさん、ただの魚さん、ポッケ、ジャックさん、高ヨジ、マックス、リョウスケさん、レム太郎、ハリー、エウリカ、フラッペ、ニシプ、キアラちゃん、ニコラス、カッサン、クシュラッキー、シサミフライ、エルランガ、はじめまして、チラミフライ、ひしみらこ、北九州のよしひろさん、デンキさん、ボーナー、ニコラス、原始人、イノメオ、アキヒロさん、スモークタン、ヒロトくん、てっちゃん、どっか行っちゃった、みんなが、キキちゃん、もぐもぐパクパク、ノリさん、レム太郎、クー、ありがとうございます、ありがとう。エウリカありがとう。コンタクトは高いですか？高いです。だから目がいい人はもう本当に目を大事にした方がいいです。コンタクト代も高いし、まあ最近はまあカラコンとか入れる時代になってる、なってるんだったら、え、このコンタクト可愛いね。え、めっちゃこれかわいい。久々に使ったらめっちゃかわいいんだけど、超かわいい。これ今自分の鏡ここで見たらさ、かわいくてさ、 目の色がかわいい。かわいい、びっくり。私一時期カラコンオタクで、いっぱいいろんなカラコン買ってたんですよ、ワンデーの。それが余ってるので、余ってるので、これはもうカラコンで、これはもう、余ってるので、ここら辺をつけて遊ぼうと思います。なんかもうちょっと黒髪とかにしたら、こういうなんかやってみたいな。こういうカラコンして、なんかもっと青いメイクみたいな、青みピンクみたいなメイクやってみたい。キャー、すいません。目がいいメンバーっているんですか？だって目がいいメンバー誰だろう。誰がいい。あ、楽しい。ここ違う、ほこりかな。
さえちゃんしか知りませんだって。さえちゃんいいんだ。さえちゃんいいんだ。うん、なんだ。意外悪そう。花ちゃんとかそうじゃない？5期生はね、みんな悪いね、5期生。この前お供にいた時にみんなメガネだった5期生みんな悪かったよな。6期はもう分かんない。え、さえちゃんくらいなんじゃない？あんま少ないかもね。でもなんか朝起きた瞬間に目がいい。ちゃんともう世の中のこと全部見える、部屋のことも全部見えるっていうのがもう自分の中でありえなすぎて、一回体験してみたい。まあ自分も初期の時はあったんだけど、初期っていうか何、小さい時目良かったんだけど、でも今とかもう見えないの、朝起きて。雰囲気最高ですだって。コンタクトのまま寝落ちすることはありませんからって。お昼寝はしちゃう、危険だなと思うけどお昼寝はしちゃいます。だけど何時間も8時間もつけて寝るとかはしたことない。お昼寝は2時間だったらしちゃうかな。いつから目が悪いですからって。コンタクトを作り、メガネを作りたくなくてお母さんに作りなさいって言われてるのに、いや私は目がいいからって言ってたら本気で目が見えなくなってきて、一緒にメガネ屋さんに行ったのが、あれ何歳だ、小6かな。中学生の時には持ってたよ。だから、あ、小5かも、小6かも。そう、私目が、自分がさ、いくないのがさ、信じたくなくてさ。あ、そうだ、それでコンタクトをし始めたのが中学生だ。そうそうそう、そうだそうだ。でコンタクトとかもお母さんと一緒に作りに行って、で入れるの怖いのもあるよ。今もへっちゃらだけど、最初は怖くて怖くて仕方がなくて、でもう泣いちゃうの私、よくわかんないけど嫌すぎてもう泣いて、したらさ、涙出たらコンタクト余計に入らないじゃん。で学校に行けないっていうってちっちゃい時よく泣く子だったの私。最近もう泣かなくなったんだけど、ちっちゃい時はすぐ泣いちゃう子だったから、もうコンタクトが入らないだけでもポロポロしたらさ、もうここにさ水分溜まって一生入らないんだよね。でも早くしなさいみたいな、もう怖いんだって。目にさ指つけるの怖くない？1枚レンズ挟んだとしても怖いよねと思って、全然いられなかったんだけど、まあいつの間にかできるようになりましたね。やったことがないので本当に怖そうだって。まあ、勇気は言います。なんか感覚も分からなくて、ここにまずレンズがあるのが怖くない？だってここにいるんだよレンズで。カナコンをし始めたのは、カナコンをし始めたのは HKT 入ってからし始めた。それまでずっと裸眼だったので、 HKT 入ってからし始めましたね。それまでカナコンの、カナコンって怖いみたいな、なんか目の大きさ変わって怖いって感じだった。まあやっぱ虫いる私ここ。
もう私今日ずっと虫いるんだけど。あ、そうそう、でもだからと、そうそう、人にやってもらうのも怖いんですよ。だからもう自分で入れないといけないんだけど。え、なんで今日こんな蚊が、蚊じゃないや、なんかちっちゃな虫がいる。コンタクト未だに怖くて使えない50代男性だって。でも使わなくていいくらい目がいいなら、あ、でもメガネでいいならメガネでいいと思うよ。全然、私はメガネで劇場公演とか出れないからコンタクトは使わないといけないんだけど、そうそうそう、カラコンとコンタクトは違うんですか？だって一緒です、一緒です、色がついてるかついてないかだけ、そんだけ。え、わい、目の中レンズ埋めましただって。レーシック、ベーシック、そういうやつですか、やったの。え、それすごい、私もめっちゃ気になるけど、その1週間くらいなんかダメだよね、そういうの動いたりとかしたらね。でも怖い、私注射も嫌いなの、もう痛いの全般大嫌い。すごいね。メガネ集めるのが趣味だって。え、そんなにいっぱいいるの？メガネって。私サングラスとかなら分かるけど、メガネ集める。メガネ集めるんだ。まあこの間そんな話をラジオ聞かないとでしたので、そうそう。ラジオ聞かないやつでそういうなんか寝系の話をしましたので、月末かな、月末オンエアの回をお楽しみに。月末か8月第1週どっちかの相乗りでしましたので、お楽しみに。でもちょっと楽になったかも、なんかコンタクトのせいなのかな、楽になったかもしれない。あと私やっぱね、明るいのが苦手なんだよね、このさ白いライトの振りが良くないのかな、これが眩しいと痛くない。確かにレーシックしてもか、レーシック、カラコンする人はレーシックしても意味ないってことなのかな、それともカラコンする場合人はゼロ度のカラコン入れるのかな、どうなんだ。楽しみにしてます。だって、やーピクなんか目の話してるとこの辺がなんかドゥンってしてくる目に意識しちゃうから。はい、では今日はもう終わり。また明日は公演終わりにしたいと思いますので、公演終わりでよろしくお願いしますかな。なので皆さん寝る前に私のインスタちゃんを見てから寝てください。今日は一般配信できました、ありがとうございました。アイテムもいっぱいありがとう、あのアイスありがとう。
はい、13位がマックス、12位がカッサン、11位がひしみらこ、10位が白身フライ、9位がりょうすけさん、8位がタラの魚さん、7位がノーリさん、6位がフラン、5位がガオ、4位がボーダー、3位がエリカ、2位がモグモグパクパク、1位がすごい、お昼もサセボンてっちゃんでした。すごい、ありがとう。てっちゃんはサングラスよく似合ってます。ありがとう、てっちゃんでした。キラキラ、皆さんありがとうございました。明日日曜日、ぜひ DMM で恋愛禁止条例公演見てください。劇場にね、もし当たったよって人は気をつけて、明日雨らしいので気をつけて来てください。うん、ほんではさよなら。バイバーイ。ありがとう。